がゆえに、ご飯の部分をすっごい気を使ってくださって、お昼ご飯大変だろうから、で、毎日毎日、某有名店のあったかいお弁当屋さんののり弁が毎日届くんですよ。毎日毎日のり弁、最初の3日間はすごい美味しかったんですって。もう作る時間なんてないし、うんうん、嬉しいですよね。2人目の時は、上のお兄ちゃんがもうすごいやんちゃだったんで実家に帰れなくて、家で自分の家で2人目を。ああそうなんですか。なんですけど、すごい。なのでおじいちゃんおばあちゃんがうちに来てもらうスタイルにして、これも話し合った結果これが一番みんな平和だろうなるほど。家に帰ってきたら徒歩1分のおじいちゃんが結構フィーバーしてくれて、毎日届くのり弁を2週間ぐらいの時にちょっともうこれ食べれないってなってでも直接2時には言えないし絶対傷つけちゃう、男の人結構傷つきやすいんで、お母さんにちょっと言おうと思って、お母さん実はのり弁が毎日ちょっと苦しいですって言ったら、そこでそうよねって気づいてくださって、幕の内とかちょっと違うお弁当が